教室で何を語ってたって、このままじゃ約束まで消えてしまう。目を覚ませ僕らの世界が何者かに侵略されてるぞ。これは訓練でもリハーサルでもない、追われた日常というレベルを勢いよく剥がしたの。戦いの鐘が鳴る、それじゃとりあえず透明を結ぼうか。君を退屈から救いに来たんだ。偽物みたいな思い出に、昔は良かったって指を刺す。虚しいだけをと知りながら、悟ったふり見て見ぬふり、手傷を隠して空ヒーローになれやしないんだって。主人公は誰かやるでしょうって知らぬ間に諦めたりしないでよ。目の前の僕らの世界は何者にも変えられない世界。それは子供も大人も関係ない、繰り返す日常というルールに騙されそうになったの。本気を引き返そう、そう僕たちだけの革命を起こそうか。というレベルを勢いよく剥がす。